今日はちょっと刺激的なタイトルにしてしまいましたが、はい、うん、これはあのこちらですね、うん、メンヘラの精神構造、はいはい、加藤泰三さん。加藤泰三さんといえば、まあ、あの有名なセリフがありますよね。加藤泰三さんの有名なセリフといえばですね、変えられることは変える努力をしましょう、変えられないことはそのまま受け入れましょう、起きてしまったことを嘆くよりもこれからできることをみんなで一緒に考えましょう。プルルプルルル、もしもし、でおなじみ、はいはい、テレフォン人生相談の加藤泰三さんの本ですね。はい、隊長、メンヘラの定義って何ですか？わかんない、メンタルが弱い。ああ、ですか。はい、僕の中でのメンヘラっていうのは、うん、こっちがドーンって、はい、怒った時に、怒った時も、うん、ヘラヘラってしてる。え？そうなんですか？ケースの子っているじゃないですか。はいはい、なんかいつでもなんか今深刻な時だよっていう時にも、うんうんうん、ヘラヘラしてる子が僕の中でのメンヘラの定義だったんですよ。はいはいはい、だからよくなんかツイッターとかでみんながメンヘラメンヘラって言ってるのを見ると、いやいや違うよって、うん、メンヘラってそういう子だよって、はい、いやなかなかいないよって思ってたので、うんうん、僕はなので今回このタイトルにしてね、うんうん、みんなであの違うよねってメンヘラじゃないんだよっていう話をしたかったんです、うんうん、とかちょっと少ない子たちを見てね、はい、ああいうのがメンヘラって言うんだよっていう本だと思ったんですよ、うん、僕の解釈だと、はい、違うんですね、メンタル。で僕みんなそうだよ、はい、みんなそうやって思ってるよねと思ってたんですけどうんうん、うん、違いますか？違うんじゃない、そうは思わなかったですよ。これね、僕の、うん、なんて言うんでしょう、ヘラヘラしてる人ではない。僕の中ではだから、ああうまくつけたなと思ったんですよ、うん、あ、要はメンタルが病み、うん、ヘラヘラしちゃった人。それは病んでないかもしれないですもんね。というのはヘラヘラしてる、あ、むしろ強い、むしろ強い。なるほど、っていう何か言われても気にしない。なるほど、なので僕はそのぐらいの意識で読んだので、うん、あ、なんか自分は上からね、うん、ちょっと見えるかなと思ったんですよ、はい、あくまで僕は違います、うん、メンヘラじゃありません、うんうんうん、っていう立場で、うん、メンヘラをみんなでちょっと精神構造を見ましょうよ、はいはいはい、と思ったら、最近メンヘラという言葉があると、うん、メンヘラとはメンタルヘルスという言葉を略した言葉であると、うんうんうん、じゃあメンヘルって言えよと、うん、なんかで要は意味は心を病んだ人ということであるから始まったので、うんうんうん、泰三さんちゃうよと、うん、で、まあ、ネットをいろいろ調べると、うんうん、やっぱりそのように書いてあったんですね、うんうん、このメンヘラという言葉は、うん、メンタルヘルスという言葉を略した言葉で、うん、意味は心を病んだ人、うん、ということだと、うん、メンヘラに陥ってしまう人には2つのパターンがあると、うん、で1つはある課題がある、はい、課題があるときに、うん、そこに当たらずに避けてしまった、うんうんうん、逃げた、逃げた、うん、逃げた時に行き詰まる、うん、で行き詰まったところでサディズムとか被害者意識が生まれるっていうのが原因の一つ、うんうん、でもしくはね、ここでもし課題から逃げなければ、うん、要は課題っていうのは壁じゃないですか、うんうん、嫌ですよね壁って、うん、でもそこにちゃんと困難にぶち当たって、うん、そこを乗り越えれば、うん、例えば生きる意味とか、うん、生きる喜びっていう味わうチャンスなんですと、うん、困難っていうのは、うん、ただそこを避けてしまったがために、うん、その成長するチャンスを逃してしまった場合っていうのが原因の一つ、うん、でもう一つが、まあ、ここでも何回か言っている親子問題ですよ、はい、家族問題、うん、保護者問題、うん、要は破壊的メッセージを受け続けた場合、うん、お前はできないやつだ、うん、お前はできないやつだ、うん、なんでこんなことができないんだ、うん、っていうのを言われ続けると、うん、そうなってしまう、うん、ただ、うん、それも戦える人、うん、それに対して、うんうん、戦った人っていうのは自分固有の素晴らしさに気づくことができるんです、うんうんうん、なんていうのが書いてあってですね、うん、なるほどねと、うん、だと
僕は初めこと上の方から見てたんですけど、うん、若干ここでギュッてなんて言うんだろう、こっち側ってこっち側って言われるんですよ、はい、君結構壁から逃げるよねしかも、うん、ちょっと親厳しかったよねって、うんうんうん、あれおかしいな俺メンヘラじゃないはずなんだけどなんかメンヘラって言われてるぞって、うん、まあまあ、はいはい、呼んでみようと、うんうんうん、僕の中でのメンヘラの定義は、うん、ヘラヘラしてる人ですから俺ヘラヘラしてねえしヘラヘラしてる人っていう思ってる人は多分ほぼいないんじゃないかな。なるほど。で読んでいくとやっぱり自己蔑視っていうのにつながってると、うんうん、まあ、自己蔑視カレン・ホーナイさんは言うんですよ、はい、自己蔑視は内面の地獄、うん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 、よくねこの中ではカレン・ホーナイさんがよく出てくるんですね、はい、カレン・ホーナイさんっていうのはエニアグラムで有名なホーナイ、ホーナイ、はい、ホーナイでどっちでしたっけ、法内はどっちでしたっけ法内は有利とか、有利とかそっちでしたっけ、どっちかです、はいはい、2つの原因がありますね、うんうん、でその原因の2つの人、破壊的メッセージを受け続けて戦えなかった人、うん、壁があるときにそれを乗り越えることができなかった人の特徴としましては、うんうんうん、何かあったときに騒ぐだけで困難に具体的に対処をしない、うん、ただひどい目に遭った、傷ついたと誰かを攻撃する、うん、でそれは大切にしてくれ、うんうんうん、褒めてくれ、うんうんうん、っていうメッセージなんだと、うんうん、補足。ちなみに加藤泰造さん、はい、お父さん厳しかった人です、うんうんうん、この方今は早稲田大学の名誉教授、うん、なので多分、うん、親はね軍人ですよ、おそらく、うんうん、軍人世代、うん、なので厳しく、この方もなんで厳しく育ってきた方なんですよ、うんうん、なんで乗り越えたのかな、どうなんでしょうね、うん、なので基本この本は、はい、95% が叱責です、うんうん、こういう人、こういう人っていうのがずっと続きます、うんうん、ので非常に辛かった叱責されたそうですね。というのは、うん、この、まあ、特徴今挙げましたね、はいはい、いや大切にしてくれ、うん、褒めてくれっていうメッセージで、うん、またこれをアルフレッド・アドラーは非常に的確にこの人たちのことを言っていると、うん、それは攻撃性は巧妙に弱さに変装すると、うん、アドラーが言っていますと、うん、弱さをが武器になってるんですよね、はいはい、まあそうですよね、はい、うん、武器としている、はい、うん、この自分を苦しめているのは何だろうねと、うんうん、いうのを言うんですね、うん、で自分を苦しめているのは事実ではなく、うん、事実の認識だと、うんはい、ですねと、うん、でこの本の流れとしては、はい、この人たちは自己評価が低いと、うんうん、低い自己評価で、うん、それが攻撃性と関連付けられていますと、うんうんうん、またそれはナルシシズム、うん、関連していて、うん、今それが注目されてますよなんていうのが書かれているんですね、うんうん、でナルシシズムの心の中としましては、人は不安になればなるほど現状にしがみつくと、不安な人は弱い人に対しては攻撃的になり、強い人に対しては迎合的になると、うん、迎合する人は迎合の対価の大きさに気がついていないと、初めから敵意があるわけでなく、うん、不安に対する反応として敵意を持つと、うん、カレン・ホーナイさんは言いますと、うんうんうん、人は不安から迎合する、攻撃する、うん、撤退するなどを行動を取りますと、うん、迎合する人は迎合したことの期待は返ってこない、そこで敵意を持つ、で攻撃的な行動を取ることで、うん、より敵意を激しくするようになると、うん、しかもこれは、不安と孤独と関連性がある、うん、いやどんどん孤独になっていく、うんうんうん、まあ、今なんで急に迎合かって言ったのかっていうと、はい、昔は仕事人間っていたよねと、うんうん、要はこのメンタルを病んでしまった人は、うんうん、仕事に走るか、うん、猛烈に受け入れるか、うん、何を迎合するあ、うん、かに分けられますよっていうので今、うん、迎合っていうワードを使いましたと、はいはいはい、メンヘラとは、うん、ピーターパンシンドロームであるみたいなのが出てくるんですね、はい、でちなみに、うん、このピーターパンシンドロームを調べますとですね、うん、子供っぽい人は要注意、うん、特徴や対処法を紹介っていう
ローリエプレスを参考にさせていただきます、うん、言動が子供っぽいと感じる人に会ったことありませんかと、うん、その人はもしかしたらピーターパン症候群かもしれませんと。このピーターパンシンドロームとは年齢的に身体的にも大人になったにもかかわらず、うん、精神的に大人になりきれてない人っていますよねと、うん、そういう人を言い、ピーターパンシンドロームの特徴としては、プライドが高く負けず嫌い、うん、仕事が続かない、諦めが早い、うん、責任感がない多責思考、うん、なんていうことが書いてあって、はい、あでも俺仕事20年続いてるしな、うんうん、と思いながらも、うん、ちょっとあのこの本に非常に傷つけられたのがですね、うん、あ傷つけられたって言っちゃいましたねもうメンヘラ丸出しでしたね今、うん、傷つけられたね、ひどい目にあったんですよ、はい、はいはい、聞いてくださいよ、うん、ナルシシズムが傷つけられて不機嫌になるとなかなか治らないみたいなことが言われるんですけど、うんうん、ピーターパン症候群は、うん、次の4つを基本的症状という、うん、加藤太蔵さんが僕のことを傷つけるんですよ、はい、態度、考え方、うん、生き方、言動などを含めて症状と言いますと、うん、ダン・カイリーという多分これは、うん、どこかの、博士か、うん、医師かなんかですね、はいはいはい、が言いますと、ピーターパン症候群12歳から17歳までは、うん、無責任、うん、不安、うん、孤独、性的葛藤だというと、うん、18歳から22歳までは、うん、この戦術の4つに、うん、ナルシシズムと男尊女卑が加わります、うん、そして最後の社会的不能症となるこの時期に学生時代が終わって社会人になる、うんうんうん、この時期が会社に入って、うん、メンヘラ社員と言われる時期であると、うん、要するにメンヘラ社員は無責任なナルシシストであると、うん、段階理によると45歳以上になると、はい、憂鬱や苛立ちが目立ち始める、うん、もう一度青春を取り戻そうと、うん、いろいろなことを企て始める、うん、私が YouTube を始めたのが45歳です、はいはい、うん、なぜ憂鬱や苛立ちが目立ち始めるか、それは一度として自分が本当にしたいことをしていないからである、うん、ドーンって傷つけられた56ページ、はい、早56ページ目でですね、うん、俺メンヘラでしたって、うん、いうところに言われてしまった、うん、あと書かれるのは、うん、基本要はもう逃げてきたんだ、うんうん、君は逃げてきたよね、うん、もしくは親からそうやって言われてきた、うん、それに対しても戦ってないよね、うん、っていう、うん、ことが基本書かれており、はい、僕の中ではね、うんうん、あとまあちょっと若干この見出しだけ読んでいくと、はい、気になった見出しだけ読んでいくと、はい、褒められてないと不機嫌、うん、自分がどう思われているかに敏感、うん、注意されただけで存在を否定されたと傷つき攻撃する、はい、それほど努力しない割に高評価を得ないと苦しむ心理的成長に失敗したのがメンヘラ、うん、社会的な常識があるようでないからトラブルになる、うん、軽く扱われただけで悔しくて夜も眠れないなんてなんかこの、はい、なんかビートたけしのね、うん、なんかますよねこんなやつってあの、うん、昔元気が出るテレビでありましたよね、うん、こんなメンヘラは嫌だ、うん、なんてねなんて、うん、いうのがねタイトルになってるんです、はい、っていうのを、うん、今回はね構造を、はい、紹介しようとまとめ始めたんですよ、うん、ノートに、うん、でやっていくうちに、うん、これ面白いのかと今の話を聞くと面白いんですけどねああなるほどね、うん、違う意味でかもしれないけど、はい